よし、どうも集まる動物の脳実況プレイパート300ということでやっていきましょう。よろしくお願いします。月にだクソノさん、クソノさんのやつやるか。早く取るね。今日はみんなにな安心するか。あれ、なんだろう。俺たちからね、お祝い。すみません。ここから水が潰したい。でも、水が潰れて、夏は水しでね、お祝い。テンション上げていって、なんて自分を回復させないよ。夏まで帰って。夏っぽいことしてないな、まだ。花火大会したか。会話する？会話しないか。ちょっとさん、あ、ごめん。ストーク経験中ですね、ダボン。よかった、気持ちいいよ。あ、行ったよ。次のところに出てくるんですか？うふ、業務職が入れたので続けちゃいました。非常にちょっと大人っぽい雰囲気でドキドキしてますね、ドン。そう？飛行士の服。毎日飛んでるんで、今日は面白い人でね、おつれ。すみませんも。それでは、見せてくれてね。そして、名人だけじゃないけど、大丈夫で、縁でもちろん、いないよ。あんたの失敗？あ、どちらだけにしてるか、食べた、おつれ。お祭り運なのね、名人さん。琴乃さん。あら、こんにちは。今日の仕事で、自分で来てるんですよ。あとも先生、中央を寝したんですけど。あ、みそちの子だ、の子で、そうだ。ハウンに来るような、ちょっぴり怖い、だが、鉄の子にとみてください。まだハウンじゃないけどな。参考してハウンに見た服は、渡してきましたね。ほら、見た服、どんなの？ワンパンの服、いいじゃん。満足で、ね、じゃあ、自分で言ってください。もし、難しければ、これやらないとも、見つけたけど、同じですよ。難しいな、ほら。ほら、難しいな。どうなの？おー、ワンパイですね。ほら、見に行ってみるか、部屋に。あるか？ほらな。ほらの壁物とかないよね。多分ないと思うけどな。あ、そうだ、指輪見てみよう。この前買った指輪。あら、素敵。よし。まずは、大きな服収納するか。ゾウリも収納して、身が近づかっちゃうので収納して、ホラーな、やつあるか？ない気がすんなぁ。ほら、ないよ。帽子もないし。バイキングってホラーか？ピエロってホラーか？ほら、ホラーないんだけど。ほら、ないんだけど。ほら、ないんだけど。アクセリーもないし。これ、小悪魔の翼バッグしかないんだけど。ホラーっぽいの。レザーマスクホラーか？ホラーかな？ピエロってホラーかな？一応決めるか。ピエロの帽子。で、これこの夏スワック。くらいだよな。うん。難しいよ。ザーマスク。難しいよ、琴乃さん。琴乃さん難しいよ。ないよ。サングラスも怖いな。でカースマスク。ないな。
これで行くか。これで行こう、もうめんどくさいから。あ、ズボン、ズボン、ズボン入ってるよ、今。ズボン入ってない気すんな。ズボン入ってくよ。恥ずかしい、ズボンは開かないと。ズボン、ズボン。ズボンある？パンツってないの？覚えへんか。クロップドパンツ。うん、ない。ない。クロップドパンツするか。本日だし。はい、五人じゃない、いいじゃん。黒で。黒って感じするな。メガネがちょっと青いか？琴乃さん。どう？ホラーになってる？ホラーになってますね、これ。どうですか？いまいちですね、連れてるとな。あら、ゲットしてくれたんですね。ご先生に取り組みていいですか？はーい。ありがとうございます。ご先生さんですね。ふんふん。なるほど。あ、いいんだ。すずさん、スタジオで言っていた、チョコレートです。ガバガバじゃないか、ご判定。これハートイメージに、ぴったり間違ったなんて。運動してしまいました。本当に足元の先生を見つけていきたいです。本当にありがとうございました。これ、射程クーポンは、あと、うちの時ですね。射程で使ったので、どうぞ。ある時は、ご褒美させてください。アイテム様なんです。引退としてですが、ありがとうございます。靴下だ。ケイトソックスです。お持ちは、ネクティランド、ありがとうございます。一度ご試着で、ご視聴に徹底に、ありがとうございます。次また、よろしくお願いしますね。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ、行く帰ろう。ちょっと、着替えたい。ハロウィン。ハロウィンの時は、この格好にいようかな。ハロウィンだったら、あれです、なんか、フランケンの被り物みたいな。まずは、ケイトの、ケイトのソックス開いてみるか。OK。あ、今外しちゃったんだね、今。ずれたから外したんだか。で、次の隙間の収納して、そうだな。服ないけどな。マウンテンバッグ持ってるし。スーツかな。で、帽子とかもなんかいいのない。帽子はね、どうしよう。中尾でハットするか。で、外して、外して、収納、収納。これも収納してるか。逃走中のハンターみたいだな。よし。何にしようか、わかる人わかるかな、もう。わかる人わかるかな、俺が、こんな清掃で挑む、理由を。まず、たらきしょってね、株価聞きに行こうぜ。金額興味ってねえな。島の前には行くか。どういう女服装。スーツでバッチリ着こなしてるよ。
何してんの？どうした？ストレスが言ったか。うん。ご自身にね、安心してよ。すずめくんくて、ちょっと、かっこよく見てるな。かっこすごい、気になる道。え、そうじゃないって？かっこ？影か。よし。誰かもやもやしなかった？気のせいか。先生もやもやしてない？ご機嫌いかがでしょう？はじめましても。一行派によって、お二人は大変なこと、私は説明では。はじめなのに、お二人はないでしょう？一行派によってだっけ？大事な人であるの。お手をあげたやつ。おもちゃーって言ってあげたやつ。こんにちは。今日の株価は。ああ、ひんさん。どうする？いいか、まだ。まあ、通うでしょ？大丈夫、上がる、上がる。水、木、金、土で8回チャンスあるから、まだ上がるから大丈夫でしょ。130出る。大丈夫、大丈夫。フリーズさん。まあ、さっき話したか。立つと。ドキドキしてきたな。みんないいねんな。ジャックがいいか。ジャック、住宅はみんないいねんたな。いや、うわ、来てくれたんで。よーほー、話してよ。これジャックの部屋だよ。そして、ジャックの見たち。あ、目そむけないで、きれい。そむけるよ、さ。飛行士の飾ってんな。飛行士の服。相当気に入ってんだろうな。バイバイ。じゃあ、プースケ。元気になったかな、風。入れない。さすがにまずは安静してた方がいいよ、今日は。うん、治ってね、風は。いや、まあまあ、適当ね、昨日の話よ。ねえねえ、知ってる？長星の用意すると、長星なんだって。僕長星してたら、特定の敵を、前つぶれのやつにって、お願いするためんだ。もしよった、まあ、見つけるといけないけど、かわいいな、ブスキは。かわいいな、ほんとに。よし、アップちゃんの月。アップチワーン。あ、銀閣がいる。今日は銀閣ちゃんも一緒なんだ、昨日。来ましても。まあ、今の時で当てられたのかな。忘れとか、落ち着くとかある？え、それは100円ずつよ。昨日言ったら、私に止めることないじゃん、昨日。なんか、生活感あっていいよね。女の子の部屋って感じする。ウムワープの顔をあぐみつけたら、ガーハハ。酔ってるの？君が、おしゅうしょ？ウムワープの顔を日常くれるのが、これでって、なんかつくんだよな、せい。今すぐ言ってた、俺も。バイバイ。仲いいな、君たち。似合う、お似合いだよ、意外と。ってことは、なんかいいのかもしれないけど。とりあえず、DIY してないよね。ミガッチさん？ミガッチ、DIY してたりしません？あー、DIY してる。ん？おじさん、落ち着いたのごめん。落ち着いたかったよ。大丈夫かなって。えへん、くそ、今、暖房さん、落ち着いたの。うん、なんか、あ、でも、コーンってですね。そこで、くつろいってこう。え、おじさん、暖房さん、落ち着いた、知ってたね。うん、知ってた。あー、あれ、こっち、こっちってのは、くつろいしよう。そういうことなんでね。DIY 好きの子はいないと思うけど、お友達には。今日勝つですかね。ガチ。ちょっと。行きますか。行きますか。
気持ち悪い気持ち悪いこのオタク気持ち悪いガチ恋して気持ち悪いってことで、以前買った指輪をこの300パートでミガッチにあげたいと思います。どんなのするかな。ミガッチ指輪だよ。え、指輪これ本当に持っていいの。いいんです。ミガッチ多分指輪だから。超ありがとう。これ、あれたちも打つように熟してたやつなの。あれだね、それね。どこにやつかな。超悩むね。あ、ちょっとだけど、待ってよ。はい、エプロン、エプロン、エプロンもらった。エビ輪のエプロンもらった。ありがとう。よかった、リアチでも上げていってよかった。エプロンもらった。あ、かわいい。かわいい。はい、というわけで、300バーツということで、ムガッチに指輪をプレゼントしました。清掃でちゃんとした。ちゃんと清掃できたから。スーツできたから、俺。気持ち悪い。ドン引きだよ、視聴者。チャンネル登録者減るわ、これは。ムガッチに指輪をあげました。あげちゃった。あげちゃった。これは、プロポーズ成功ってことなのかな。欲しいものに用意してやってたって言ってたもんな。欲しかったな、指輪が。嬉しいね、俺も。初出しないといけないようになって、俺も。買い取って。あ、間違えた、間違えたの。買い取って。はい。ダンボソワと、お札の山。こんな感じ、こんな感じかな。安い。ありがとうございました。で、あ、クラッカーとかってない？それも壊れたから。クラッカーとかってないかな？あったあった。あんじゃん、クラッカー買っちゃおう。1個でいいです。大丈夫です。はい、ありがとう。じゃあ、クラッカーで締めの、300パート記念のお祝いしますか。広場でやるか、スクラッシュ。そのサービスで。みんな集まってほしいな。集まれー。いきます、せーの、パン。おめでとう、300パートおめでとう。これからもよろしく。はい。キョムキョムキョムプリンだな。さあちょっとキング食いに帰ってんじゃん。キング今日あんま喋れてないからな。アップちゃんの家で少し喋ったくらいだけど。俺が上げたベッド寝てない、使ってないじゃん。バス止めてる？もうよくなってたんで。なんてだ、ガーハハ。酔ってんね、やっぱ、銀行。あ、そうでしょ？俺ってさ、お前ら行くじゃんかい？甘党です。俺が行くかどうもやってるよ。ほんとに食べたくなかったんだけどな。ところがこの間、僕使ってて、そうやって、パイプ作ってみたさ。アップじゃんじゃん、ね、やっぱ。つけてんじゃん、ね、アップじゃんと銀行。うまくてやっこくて、頭銀として、ブックしちゃったぜ。まあ、ああいうままとね、よくねえかもな、せい。アップちゃんつけてたな、金額。そんな気しない？よし、着替えよう。今日は飛行士の服しよう。帽子とか一緒にしてたな。別のキャップにするか。これでいいか。これでいいや。よし。それじゃあ、株は大丈夫だよね。まあ、上がるよね。130くらいに。123秒だっけくらいだったけど。はい、というわけで今回はこの辺で終わりたいと思います。やり残したことないよね。たぬき毎日とかも産んでないよね。産んでないですね。最近は噴水見ないね。
わけでは、ご視聴ありがとうございました。よければチャンネルと高評価コメントお待ちしてます。X や Instagram の方お願いします。というわけで、スーパークワとお祝いのコメントとかお待ちしますんで、イラストとかお待ちしますんで、よろしくお願いします。それではまた次回もよろしくお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございました。いい一日だった。バイバイ。またね、高評価もよろしくお願いします。